はい、今年1年はとっても成長を実感できた1年なんじゃないかなっていうふうに思っていて、そうですね、まあ最初の1月だったり去年の時点ではかなり先行日本の先行レースもかなり不利な位置にいましたし、久しぶりに中国のトップ選手に勝てたりと、海外の大会でもとても充実した、かなり自分の卓球人生の中では、まあ、上位に入るぐらいの、結果が出たいい1年だったかなっていうふうに思います。そうですね、幅ができることの幅が、前よりも広がったかなっていうふうに思います。まあ、今年、まあ、来年の2024年の全日本で、まあ、パリオリンピック選考会レース最後になりますけども、今のところシングルスダブルスで出場しているんです、はい、その、まあ、1つに絞るっていう選択もあったと思うんですけども、はい、2つ出る、理由とかって特にありますでしょうか。そうですね、全日本は期間がとても3日ぐらいでシングルスを行うんですけど、まあ、試合をたくさんしてしっかりこの台だったり環境にもまあ、シングルスダブルスで両方出て対応したいなっていう気持ちもありますし、あとは、まあ、木下グループで同じチームで張本美和選手がいて、とても強くて本当に、まあ、組ませてもらいたいなっていう気持ちもあったので、まあ、両方があって出場することにしました。そうですね、今まで全日本はあまり選考レースに関わったりすることが、まあ、世界選手権の1枠ぐらいで他はあまりなかったんですけど、今回はもう全日本でもう全てが決まるということで、なかなかここまで何かがかかってる全日本は本当に今までなかったと思うので、今までよりも自分にとってすごく大事な、さらに大事な大会になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そうですね、まあ、本当にこう2度目の正直でもあるので、3度目ではないんですけど、2度目の、まあ、1回経験してるからこそもう絶対に行きたい気持ちが強いですし、その経験してる分、その分の自分の強さもあると思うので、最後絶対に自分が行くんだっていう気持ちを、強い気持ちを持って最後全日本戦いを終えたいです。とても全日本もすごく、まあ、初戦だったり最初から強い選手と当たっていくと思うんですけど、本当に、まあ、そのどういう場面でも自分のプレーを一球ずつすることがやっぱり勝ちにつながると思うので、まずはこう一球ずつ一本ずつっていう気持ちを忘れずに、どんな場面でも変わらず試合をしたいです。まずは全日本という一番最初の大会が、来年のスタートダッシュで一番大事な大会だと思うので、そこでしっかり結果を出して絶対にオリンピックの2枠という座を勝ち取って、そしてオリンピックに出場するといういい一年にしたいです。はい、代表は以上になります。その他ありますでしょうか。ありがとうございます。まあ、現状況です、はい、全日本っていう意味でもバスの先に向けてもこう今技術的にこう特に強化されているポイントってどういうふうに、はい、自分のしっかり 100% に近い卓球をすれば、やっぱりこう中国のトップ選手にも勝てることもありましたし、なのですごく自分の持ってるものはきっと強いと思うので、それをどれだけ発揮できたり、その全日本という本番の大会でまでに準備できるかが大事だと思うので、その技術的にもそうですけど、この気持ちの面だったり戦術の頭の面だったり、全てその3つをかなり自分の中でいい状態に持っていければ勝てるかなっていうふうに思います。そうですね、前回の選考会もそうだったんですけど、本当に、まあ、リードって言っていいのは本当に
60点とか70点とかの差がある場合だと思っているので、本当に今の点差はほぼ同じところからのスタートだと思うので、全日本もまずは自分のプレーをして、本当にいい意味であまり気にせずに自分の卓球に集中したいです。大藤選手とか前回、あ、王道です、ね、あ、王道、すみません、王道選手、破れてると思うんですけど、はい、なんか思うことは、そうですね、とても最初から初戦だったり近いところから本当に実力者の選手がたくさん揃ってますし、まあ、王道選手は何回も本当対戦してきた選手で、でも、まあ、前回負けたんですけど他は全部勝ってますし、まあ、その選手に限らず自分のプレーをするっていうことが一番の大事なことだと思うので、しっかりどの選手に対しても準備して自分のやってきたことを発揮したいです、はい、ちょっと温泉とかに行きたいなっていうふうに思ってます。温泉入ってもリフレッシュしても大変、はい、そうです、はい、少しお休みしてまた1月の2日から練習があるので、そこから全日本まで練習して全日本にいい状態で臨みたいです。クリスマスはいつも T リーグなのでクリスマスの印象があまりないですT リーグをしてるっていうイメージしかない。昔は選考会があったんですよ、世界卓球の。最近は T リーグなのでクリスマスといえば試合ですあまりその試合が多くてチキンとかケーキとかを食べたことがあまりないので、まあ、食べたいなっていうのはあります、はい、前回はすごく結果が気になってしまって練習とか試合に逆にこうゴールばかり考えてしまう自分がいたので、今回はゴールを考えずに勝ち方だったり内容にこだわって勝ち切りたいなっていう気持ちがあります。これは信頼争点です。すごいね、説明をお願いしてもいいですか、はい、これは倉島監督から教えてもらった言葉なんですけど、今年の書き初めにも書いて雲の上には晴れがあるみたいな意味なので本当に今はすごい、なんだろう、とてもなんか試合でまあ、うまくいくこともあればうまくいかないこともあるんですけど、きっとその上にはきっといい結果が待ってるっていうことだと思うので、それを信じて戦いたいなっていうふうに思ってます。優勝したい気持ちはあるんですけど、本当に何回も選考会を戦ってきて今の、まあ、ほとんど全日本と変わらないメンバーで戦った時に、今の日本は簡単に優勝したいと言って優勝できるようなレベルではないので、どんな選手にも1回ずつ勝っていくことで、まあ、優勝だったりいい結果が待ってる時が多いし、そうだと思うので、今回も本当に1回戦、自分の中の1回戦から本当に決勝ぐらいのつもりで1回ずつ本当に戦い抜くっていうのが目標です、はい、全日本なので選考会とはまた変わってくるかなっていうふうに思うんですけど、本当にこの前 の私出れなかったんですけど名古屋のファイナルとかを見ていても、中国選手は本当に、まあ、日本の選手も接戦になったり、どの海外の選手も接戦になったりはするんですけど、最後はやっぱり中国選手が勝っていて、それも本当きっとみんな向かってくると思うんですけど、絶対に最後はこの一本の差と二本の差っていうので、中国選手って本当に壁が厚いと思うので、私もそういう存在になりたいなっていうふうに本当に見ていてやっぱり思うので、本当にそのようなこう壁じゃないですけど壁みたいな存在になれたらいいなっていうふうに思います。やっぱり全日本に向けてこの言葉をかけていただいたので、それこに向けてこうしっかり準備すれば明るい未来が待ってるよっていうふうに言ってもらえたので、それを信じて頑張りたいです。最近です。選考会の後、はい、